なんとなく履歴から変えで2019年の締めの曲、なんとなく歌いたくなってしまった。だがしかし歌えるかは大げかじゃない。忘れはしないよ、時が流れても、いたずらなやりとりや心のトゲさえも、君が笑えばもう小さく丸くなっていたこと。変わる変わる覗いた穴から、何を見てたかな。人にきりじゃ叶えられない夢もあったけれど、さよなら。君の声を抱いて歩いてゆく、ああ、僕のままでどこまで届くだろう。あ、充電が。探していたのさ、君と会う日まで。今じゃ懐かしい言葉、ガラスの向こうに水玉の雲が散らかっていた、あの日まで。風が吹いて飛ばされそうな軽い魂で、人と同じよう幸せを信じていたのに、これから傷ついたり、誰か傷つけても、ああ、僕のままでどこまで届くだろう。にするほど長い季節が来て、呼び合う名前がこだまし始める。聞こえごめんなさい、ここCメロ忘れました、完全に。ちょっと前に聞いたと思うんだけどな。もっとなんかすごいしんみり歌いたいんだけど、いろいろ気になっちゃってね、充電とか。申し訳ない。さよなら、君の声を抱いて歩いてゆく、ああ、僕のままでどこまで届くだろう。声を抱いて歩いてゆく、ああ、僕のままでどこまで届くだろう。ああ、君の声を。
なさい。最後ちょっとめちゃめちゃ高くしてこうなんやろね、しんみりさせたかったの。でも声が忘れてヨレヨレになっちゃった。すいません。 74.339 平均が 83.035。 いやー難しい曲ですね。でもいい曲ほんと。語尾がやや間延びしています。歯切りの良い歌声を心がけました。なるほど。さよなら君の声を抱いて歩いて行く。なんか難しいね表現。もうちょっとなんかね、すごい聞かせるような歌い方したいね。というわけでこの曲まあ上がるのは2020年になってからなんですけどね。まあ一応2019年カラオケというかまあこのなんだ、ダムというかね、祭典シリーズ、 G 祭典シリーズというやつのね、アカペラシリーズというかやってるやつのまあ一応2019年の締めということでね。確か一応このシリーズ2019年から始めたはずなんですよね。で1年間で400何曲歌ったんですよ。まあ曲っていうかまあもちろんリベンジとかもあってかぶり曲もあるんですけど、まあ、結構歌いましたね。まあ言うてもうねこの世の全ての楽曲を歌うぜぐらいの気持ちで結構やってますんで、まあ、もうちょっとペース上げないと間に合わないんですけどね。でもまあ一応ですよ。まあねあんまり、まあ、正直今でもやばいんですけど、あのクオリティをねもうちょっと上げてえなっていう気持ちはもちろんありまして、本当だから、まあ、クオリティ低すぎるお蔵入りレベルのやつは、まあ、結構これでもカットしてるんですけどね。本当にひどいのいっぱいあるんで、まあだいぶねもうサビしか歌えてないやつがさ結構ね上げなくてもいいんですけど、でもなんかちょっとねあのデータベースとかなんかちょっと自分でリスト作ってて、それ用にねある程度歌わないと残んないんですよね。まああとアップロードした時というかリストの方にも一応ねまあどんな曲かなっていうサンプルとして、まあサンプルにもならないやつ結構あるんだけどね。まあね、やってきてやっているんで、まあだね、ちょっとやり方もねいろいろ考えていきますけど、あとはまあ今ダムさんですけど、まあ、ジョイさんのさあの採点使ったりとか、あとはまああのね音源いろいろ使える楽曲も一応あるんで、そこもねうまく、まあ、採点は乗らないんですけど、まあ、そこはみんなに採点してもらおうかなみたいなところありますけどね。はい、というわけで、一応ねこのシリーズ、まあ、来年もね来年以降もずっと続けていきたいんで頑張っていきたいと思います。もっとね、まあ、歌をうまく歌えるようになって皆さんにね聴かせられるようにね、まあ、癒しとかになればね一番いいんですけどね。あんまりほらね変なね感じで歌っててもさなんかね言われますからね、あのあの邪魔やってね、あの検索かけた時に出てくるんじゃねえよとかいろいろ言われますから、頑張っていきましょう。ではでは。